皆様、明けましておめでとうございます。2020年最初のベストヒットアサミーは毎年恒例、今年の漢字、今年の一文字でございます。皆様、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、では、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。座長どうぞ。はい。西山亮、2020年の一文字は、漢数字の10でございます、はい、等でございます。年始のご挨拶でもお伝えさせていただきましたように、パンジャーボンバーズ、はい、立ち上げより10年でございます。10年、はい、もうこれしかない。もうでこれね、まあ見方変えるとプラスじゃないですか。タスでございますよ。まあプラスプラスな一年にしたいのでございます。もうすべてここのもうクロスな感じでね。なるほどね。決して十字架にはならないように貼り付けられる。それもいいけれど、はい、この十な感じで、はい、ガンガンいきたいと思います。はい、1年間10で押しましょう。はい、はい、下は大輝さん。はい、僕は熱、暑いの方の熱。うん、うん、何故。いや、なんかね、別に冷めとるわけはないねんけど、で普段から暑いとか暑苦しとか言われてるけど、もっと暑やっていこうかなと、勢い入れてと。おお、そうそう、なんかこう体力的に落ちてるとかいうやん、みんな年齢的なことをさ言う出すと、はい、いや落ちてへんぞと。なるほど。気持ち気持ちいいみたいな、うん、いうふうにわし思っとるんで、うん、もうわし言うとる時点でおっさんやけど、ね、おと思っとるんで、熱くいきます。熱で、熱で、はい、はい、じゃあ熱い一年を、ええ、巻き込んだるわ。はい、じゃあみんな巻き込まれよ。はい、はい、お願いします。安部さんどうぞ。はい、僕の2020年の文字は残寒ですね。あら、終わっちゃった。もうそう言うと思ったんだけど、そういう感じなんだけど、カンって、うん、映画のカンみたいな、完璧とか、ああ、はいはいはい、完成、完熟とか、はいはいはい、そっちのカンなんですよね。ああ、なるほどね。なんか去年は後半立て続けにいろんなことをやりすぎて、はい、やっておられました。手伝ってやっちゃったので、嬉しかったな、めちゃん。だからこそなんか一個一個なんかこう完璧にしたいなっていう。ほう、いいね。おお、クオリティを上げていくわけですね。いいよいいよ。広げすぎるとね、なんかこう散漫になる部分もあるので、うんうん、ちょっと一個一個ちゃんとやっていきたいなと思って、うん、缶ですね。はい、じゃあ詰めていきましょう。はい、いじりあかりさんどうぞ。はい、私、ね、あ、本当だよ、初一文字。失礼します。考えに考えてパッて浮かんだどっちやれん。考えに考えてパッと浮かぶって。はい、でも磨くという感じです。はぁ、まあこのパンジャーボンバーズに入って、なんか自分の新しい面とかも見つけてこられたので、うん、それをもっと磨いて、うん、自分の武器として身につけられたらなと思ったので、今年は磨いていくぞということで、この感じにしました。うん、なるほど。磨き抜いて輝いてください。はい、はい、ありがとうございます。中井真也さんどうぞ。はい、僕はこれ10、柔らかい、うん、重力光合成じゃないですけど、今年僕45になるんですね。お、40代ちょうど半ば、うん、ということで、うん、でおずおずでこう若者たちと、ね、たくさんこう触れ合って、うん、やっぱりこう若者たちのこう未知なる可能性というか、うん、そういうものにちょっと嫉妬しつつも、うん、という年齢になっているので、うん、凝り固まった価値観とかにとらわれず、柔軟にこういろいろなものを考えてみようという、ね、この間の M1 グランプリのベコパのように、うん、いやそんなわけねえわけねえかもしれねえみたいな感じのちょっとそういう価値観をね、うん、なんかこうよくこう自分の価値観でこう枠を打ち切るんじゃなくてっていうふうにちょっと思いまして。なるほど、柔らかいです。はい、では柔らかくいきましょう。はい、では私、松ヶ崎あさみの2020年の一文字、はい、読みやすいよ今年は。お、山、はい、山でございます。椅子みたいな、うん、ひっくり返した椅子みたいな。あ、なるほど、こうね。山でございます。まあ、さっきから10年とかね、うん、出てるんですけど、私今年2020年っていうのは、うん、こう今までの10年間のこう
積み重ねてきたものが頂上に達するっていう年らしいんですね。なので、まあ、その山山頂に着きますっていうその山で、あのただそこで完結するわけではなくて、そこから今度はその山から見える眺望をこう、ね、広がる景色を見てまた新しいところに踏み出していくっていう年でもあるってことなので、うん、まあ、その山っていう一文字を今年は意識して、うん、はい、生きて生きて、生きて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 くださいと思いまして、はい、山を選びました。だからアンビちゃんの感とちょっと近いのかもしれないね。完成するわけではないけど、また次の一歩に踏み出していくみたいなところなので、はい、というわけで山でございます。はい、はい、はい、では藤谷牧雄さんお願いいたします。はい、今年の一文字は踊るという字にしてみました、うん、踊ってる、踊ってますよね。っていうのはあの実際にダンスじゃなくて踊れないんですけど、うん、心を踊らせるようなことがいっぱいできたらいいな。あら素敵。もしくはどんなことでも心踊るような気持ちで取り組めたらいいなという気持ちで踊るというふうに決めました。じゃあ今年1年はワクワクする感じで。そうです、はい、ワクワクしながらしたいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、出揃いましたところで今年の漢字1文字、ね、今年でちょうど10回目なんですよね。そうなんですよ、これも10周年なんですよ。ちょっと数えてみ後で、うん、間違ってたらごめんなさい、はい、でもあのもうね、私たちの中にはこの漢字一文字ってすごい定着しているので、やっぱその一文字を意識して1年を送るとなんかちょっとそっちに寄っていくというか、そういう感じが私もすごくするんですね。なのであの今までやったことがないって方はもう これを機会にぜひやってみてほしいですし、もうやってるよっていう方はこのラジオを聞いてね、また今年の一文字を考えていただきたいと思います。パンジャーボンバーズも今年10周年になりますのでね、はい、共に邁進していくような字を選んでそれぞれ頑張っていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。